Leicester。この終盤でようやくゲームが動きます。ようやくですね。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね。普段は絶対に開かない位置に今のはバイタルを作りましたからね。まあフリーで受けて確実に決めるところは申し分ないですけども、やはり注目したいのはシュート前ですよね。相手バックスを遅らせて崩すことができたからあの位置でシュートが打てることができましたよね。見事な崩しでしたね。今シーズン初ゴール。